今日、グルーヴキャンプ今日ゲスト来てくれてます、はい、というか1回目の第1回目のゲストですけど、大輝津山マイブラザー、光栄でございます。大輝津山ちゃん、マイバディ大輝津山です。今はじゃあ俺もどんどん質問していくね、うん、大輝ちゃんがアメリカに来たきっかけを教えてください。アメリカに来たきっかけは夏に、2009年の夏に LA のバンドが日本にツアーで来て、で一緒に対バンをしたんだけど、その時にミュージシャン、ドラマーとボーカルがアメリカ人の 4 Minutes Till Midnight っていうバンドがいて、それでアメリカに来たの。その人たちが一番最初のきっかけ、アメリカに来たのは。その人たちに出会って、うん、こうアメリカ留学をずっとしたかったんだけど、うん、18の頃から、うん、やっぱりもうお金的にも厳しくてできない、うん、で全然リアルに見れない、うん、こうカタログ見ても高いし留学って、うん、でもその人たちに聞いたら、あ、実はすごく安く留学できるんだよ、そのままその秋に LA に移ったのが。なるほど、ね、一番最初なんだけど、まあ、でも LA に来たいと思ったきっかけはやっぱり、うん、自分の好きだった音楽とか、うん、自分の好きだったバンドとか、うん、アーティストが、まあ、LA の人が多かったから、うん、と例えば LA にしました。例えば誰が好き、まあ、当時はやっぱりレッチリ、レッドホットチリペッパーズかな。もともとバンド志向でこっちに来たから、うん、バンドやりたくて来たから、その今言ったバンドとかも、ね、そう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 、うん、アメリカ何年だっけ、アメリカが10年だっけ、もうすぐ10年、10年でしょ。その10年間でなんかこう多分いっぱいいろんな出会いとかいろんな出来事があるけど、うん、それのハイライトみたいなのがもしあったら、こうどういう人に影響されたとか、例えばエディ・ブラウンの話とかね、うんうん、誰の話、エディ・ブラウンの話、ああエディ・ブラウンの話とか、うんうんうん、エディ・ブラウンっていうのは、まあ、スティービー・ワンダーでちょっとしばらくキーボードやってた人で、まあ、ゴスペル、キーボーディスト、ピアニストでね、簡単に話すと、うん、まあ、知り合いのギタリストがいて、うん、その人が一緒に何か R&B のバンドに入ってなんかそういうのをやろうよっていう誘いをしてくれて、うんうん、でその人がまずユーリーンっていう、うん、ユーリーン・ウィリアムスっていう、その子も R&B シンガーなんだけど、その子を連れてきて、でその子が自分のじゃあバンドを作りたいってなった時に、うん、その子の行ってる教会で鍵盤を弾いてたのがエディ・ブラウンで、なるほど、でエディ・ブラウンをそこに連れてきてしまったと、うん、連れてきてしまった、うん、で俺はまあ、うん、もう感銘を受けて、うん、なんだこんな演奏聞いたことない、うん、でももうそこからエディにいろいろゴスペルのいろんな音楽を教えてもらったり、うん、なんか CD をもらったり、うん、でもそういうのを聴いていくうちにどんどんまあそういう音楽にもとも入ってって、もともと R&B とかファンクとかすごい好きで昔から聴いてたから、うんうん、特にまあ JB とか、なんかアース・ウィンド・ファイアとか、うん、ずっと日本にいる頃から聴いてたから。大輝ちゃんのルーツはそこだよね。俺のルーツはまあそうだね、うんうんうん。でもなんかそれがこうやっぱ合致して、ゴスペルを聴いた時に。うんうんうん、だから今なんかもっと多分昔のこういうルーツミュージックが今のサウンドになってる。聞こえてくるって思って、やっぱゴスペルを聴いたら。で、なんかはもう絶対やりたい。うんうん、でもっとやっぱこうゴスペルのこう方にどんどんやっぱ入ってったね、うん、そしたらやっぱこういろんな素晴らしいミュージシャン、うん、まあベースだったらアンドリュー・ブーシェとか、うんうん、イーサン・ファーマン、いやアンドリュー・ブーシェの毎週日曜日のなんだっけ、ジャムセッション、うん、毎週行ってたからね俺ら、うん、
じゃあ、最初にルーツの話をしたいんだけど。まあ、もともとギターとドラムをやってたんだけど、同時進行で。何歳ぐらいの時？ギターを始めたのは14歳。うん、ドラムも同時に、まあ、学校の音楽室でやってたっていう程度で。うんうんうん、まあ、それ、本当になんかそれぐらいなんだけど、まあ、初めて。もともとちょっとクラシックピアノ昔やってたんだけど、でもなんかそれで、うん、まあ、16ぐらいの時に、うん、なんか、テレビ番組で、レッチリが紹介されて、うん、それを見て、うん、まあ、なんてかっこいいんだ。まあ、みんな、やっぱ入るよね、こう、レッチリのフリーが、うん、こんな低いところでベースバーっとしてたって、うんうん、ベースってなんてかっこいいんだって。うん、まあ、いう、本当に、もう本当に、まあ、ありきたりっちゃありきたりな、うん、こう、きっかけで、うん、まあ、ベースを始めて、うん、でもなんか俺すごくレッチをこうすごい好きになってよかったなって思うのは、うん、まあレッチのフリー俺、まあ、ラッキーなことに LA に来て、うん、ほんとすぐ半年ぐらいで、うん、彼に会う機会があって、レッチのフリーに、フリーに、ね、本人に、うん、本人とちょっと聞いたけど、ちっちゃいお寿司屋さんで一緒にお寿司食べてうん、うん、なんかこうちょっと話しても拙い英語でいろいろ話して、うん、フリーに会うのがね、一つ俺夢だった。おぉ。LA で。LA に行く目的の中で、うん、ベーシストとして、もう本当に俺はただかっこいい、なんか、もうかっこいいベーシストになりたいっていう気持ちと、うん、フリーに会いたいっていう、うんうん、そういう気持ちがあって、うんうん、で、結構それがね、最初にこう、叶っちゃったんだよね。なんかまあ、すごくいいこう人脈っていうか、うん、人とのつながりで、うんうんうん、こう LA に来て半年でフリーと、まあ、知り合えて、うんうん、そうそう、で、まあ、知り合ってなんかこう会った後に、うん、なんかこうなんだろう、もっと別の場所に行かなきゃいけないんだって思ったんだよね、その本人に会って。なるほど、ね、なんか、うんうんうん、憧れだけじゃないんだみたいな、憧れだけで、なんか自分もそういう人にならなきゃいけないのかな、なるほどね、やらなきゃいけないんじゃないかって、うん、そう、でまあなんか思ってた時に、うんうん、こまあ、ゴスペルの話とかにもつながるんだけど。ああ、もちろん。うんうん、でもなんか、こう、ルーツミュージックをもっとこう見直そうって、うんうん、まあ思って、うん。でも、例えば、日本ですごくまあ好きだったけど、ジェームス・ブラウンとか、うん、こうモータウンレベル、アレサ・フランクリンとか、うん、スライ・アンズ・ド・ファミリー・ストーンとか、うん、こうマイケル・ジャクソン、スティービー・ワンダーとか、うん、モータン、なんか、昔の。そう、その人たちのこう音楽を、こう、うん、日本で、ベース練習してもその音楽を演奏できる機会がない、うんうんうん、なんか表に出せる場所がなくて、はいはい、こう弾いてはいたんだけど、うん、すごく家で好きで弾いてはいたんだけど、うんうん、全然こうなんか出せる場所がないから、ライブではやらないからね。そうだからなんか、それってやっていいものなのかなって、なんかただ好きで家で弾いてるだけ、うん、もう練習のためにみたいな、うんうん、だからこう多分自分のルーツって言ったら、うん、一番の多分ルーツってそこなんだけど、うん、こうなんかボブ・マーリーのレゲエの音楽ベースをめっちゃ練習して、うん、もう一緒にこうレコードに合わせて弾いたりとか、うんうん、アース・イン・アンド・ファイアのベースラインコピーしたりとか、うんうん、なんかまあそれがこっちに来て、うん、こうゴスペルミュージックを聴いたらなんかまあでも うん、すごく同じ匂いがする。なるほどね。で、うんうん、外のレストラン行ったら、うん、アース・イン・アンド・ファイアが聞こえてくる、うんうん、マイケル・ジャクソンが聞こえてくる、大好きだった、うんうんうん、あすごい、うんうん、なんか自分のやりたかった音楽がそこにある、仕事に なるんだ、仕事にもなるし、うん、街中でかかってる、街中でかかってるっていう、うんうんうん、でなんかもうやっぱりすごくルーツを見つめ直す、うん、こうすごくいいきっかけに、なるほどね、うん、そうなった、うん、ね、うん、なるほどね、そう、まあでもなんかそう、なんか俺そうだね、うん、まあフリーから始まって、うん、こうそこから掘り下げていって、掘り下げて、で、うん、ブーチー・コリンズとか、うん、まあ、ベーシストで言えば、うんうんうん、ルイス・ジョンソンとか、オールドスクールなファンク系のベーシストだね。そうだね、うん、まあ、ポール・ジャクソンもそうだし、うんうん、なるほどね、うん、そういうのいっぱい聞いてコピーして、コピーして、うん、大輝ちゃんの LA に来ての初めてこう、まあ、お金をもらってやった仕事って何になるの？教会？教会かな。それはどうやってそういう風になってったの？誰からもらってはうん、もともと探してたんだけど、うん、まあ知り合い、それこそジャムセッションに行った時に知り合ったドラマーのアイーシャっていう女の子の友達、アイーシャ、うん、懐かしい、うん、その子が一番最初に俺が弾いてたリバーライフっていう教会にこう誘ってくれて、そこで弾き始めたのが一番最初かな、うん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 、
なるほど。うん。だから細かいのはあったかもしれないけど、うん、でもなんかこう、ちゃんとした、なんかこう、お給料ですみたいな感じでもらったのは、それが始めたかもね。そう、どうだった？初めてやった時。どういう印象だった？全部初めてだったでしょ、だって。うん。なんか、いや、でもいい思い出はないね。いい思い出はあんまない。うん。いや、楽しいけど。大変だったってこと？自分のこう、なんか、能力のなさにすごい、おあの、うん、なんだろう。こう、自分に対してすごく、なんか、怒りを覚えたね。なんか、なんでこんなこと知らないんだ。ああ、なるほど。初めてのこう、教会の仕事した時のこう、なんか、うん。こっちだと、ほら、ナンバーシステムを使うじゃない。ああ、ナンバーで。鍵盤の人たちが。うんうん、ナンバーでね。例えば、じゃあ仕事で3曲送られてきて、うん、この曲を3曲やりますって、曲送られてくるんだけど、うん、でも、こっちのギグでは、まあよくある、うん、こっちのまあ仕事では、なんかよくあるのが、うん、やっぱりもう、突然知らない曲をやる。突然シンガーがやりたくなっちゃった曲をやる。とか、はいはいうん、こう、教会でも、うん、あ、じゃあいきなりこの曲、ほら、パスター、が牧師さんがこうお説教してる時にそのワードが出てきたらそのワードに合わせた曲をいきなり始めたりとかこうした時にやっぱり圧倒的に曲を全然知らないからでナンバーシステムっていうので鍵盤の人が1、6、4、5とか言ってくるんだけど何を言ってるんだと。うん、ナンバーシステム多分あんま日本にも浸透してないっていうか、ね、多分そう俺もナンバーは分からなかったね、うん、やっぱ最初はナンバーシステムっていうのはまあ1度にステイして、まあ、C が1度だったら、6って言ったら A マイナーみたいなことだよね、うんうん、そうそうそうその、次6、次4とか言って指示されながらやるのに慣れてなかったって話、ね、全然慣れてなかったね、うんうん、すげえわかる、まあ、だからもうそのしょうがないんだけど、うんうん、やっぱりそこでこうできね、うんうん、できなかった自分だけができなかったことにやっぱこう、うん、怒りを覚えちゃう。なるほど、うん、真面目だね。素晴らしい。なんかでもすごい嫌だったなんか、うん、でこう周りが、うん、いやよかったよって言ってくれると、うん、またそれが、うん、いやよくなよくいいわけないじゃん間違いまくって知らなくて今だったら笑えるけどね。まあまあ、うんうん、でも当時はだって必死にやってそれだからさ、うんうんうん、必死にやってできない時って本当にさ自分の能力をこう知らされるじゃん周りから。そうだね。なんてなんどんだけ差があるんだよ、うんうんうん、しかもそのちっちゃい、うん、すごいちっちゃいチャーチで、うんうん、20人ぐらいしかいない、はいはい、でミュージシャンも3人だけ、うん、でまあ、うん、別にそんなまあこんな言い方したらあれだけど、うん、すごいまあ、有名でもないっていうかさ、うんうんうん、まあ本当にローカルの地元のミュージシャン、うんうん、で俺はやっぱりもっとプロフェッショナルとしてやっていきたいって思ってるのに、うん、地元のそのミュージシャンたちにも全然能力が追いついてないっていう、うんうん、なるほどね、まあ、なんかその葛藤があったとか、そういうののなんか俺は繰り返しだったかな、うん、その初めての仕事を得たとか、ね、うんうんうん、うん、そっかそっか、うん、じゃあ教会の仕事は今までも やり続けてるじゃない、うん、なんかアーティストと一緒にやったりっていうこともいっぱい、まあ、やってるでしょう、うん、LA の、LA の、うん、ローカルのライブでやった、うん、まあ、仕事っつうかやったライブでなんかすごい、じゃあ例えばまあなんかハイライトというか自分が一番すごい楽しかったライブ、うん、一番楽しかったライブ。LA のローカルで？ LA のローカル、別にシンガー誰でもいい、どんな人でもいい。うん。うん、ニッキーとかそうじゃない？ニッキーそうだね、うん、まあめちゃめちゃ最近だけどね。うん、まあ最近。超最近だけど、うん、まあニッキー・グラスピーっていうもともとビヨンセの一番最初のガールズバンドのドラマーの子で、うん、うんうんうん、まあその子の今ニッキー。グラスピー&ザ・ホーミーズっていうバンドに入って、うん、まあ入ってって言ってもベースプレイヤー何人もいるから、うんうん、交代して、まあ、そのホーミーズ見に来たけど、うんうん、そうそうホーミーズの中のこう一員としてやってるんだけど、うん、うん、まあ、なんかで今でもやっぱり一番、まあ、本当にめちゃめちゃ今だけどそれ、うんうんうん、超タイムリーだけど、まあ、それやっぱこうなんかやっぱ一番ホットかな自分の中で、うん、なんかこの間はコーリー・ヘンリーが遊びに来て、うんうん、こうシットインして、うんうん、コーリー・ヘリーと一緒にやったり、うんうん、なんかレタスのナジョとか、うんうん、アダム・ダイチとか、うんうんうん、来て一緒にやったり、うん、
なんかやっぱ LA すげえな、 LA ってそういうとこだなって感じるよね。ウィロー・スミスの話も少ししていい？あのギグはどうやって発達して、そこウィロー・スミスっていうのは、ウィル・スミスっていうあの有名な俳優さんの娘さんで、まあ、ウィローっていう名前で、やってるんだけど、その時のライブの、はあれはオーディションじゃないでしょ、オーディションじゃないね、もともと誰だっけ、いた、アッシュ・ジャングダっていう、アッシュね、まあ、友達のすごい仲いいアッシュ、やってて、ウィロー、まあ、やっててっていうか2回ぐらいしかやってなかったんだけど、まだ、でなんかベーシストをこう、入れたいっていう話をまあした時に、まあ、ミュージシャンたちがみんな友達だったから、ね、バンドメンバーなんか、まあ、友達がみんな、 なんか大輝がいいんじゃないかっていう推薦してくれて、突然、本当に突然だね、なんか、明日リハーサル来れるって言われて、で、すごいね、本当にそうだね、その日すごいよね、朝、そういうの、その前の日の本当に朝、なんかウィロー・スミスでベース探してるんだけど推薦しといたからもしかしたら話が来るかもって言ってて、ではそうなんだと思って、夕方ぐらいに、あの曲が送られてきて、あの決まったよと、で夕方に、そうだね、夕方に、急遽送られてきて、リハーサルは次の日の朝10時からだった。速攻性、ね、速攻性LA の速攻性、そういうことは本当よくあるよね、よくある、前日に連絡とか、次の日オーディションとか、次の日にリハとか、で4日間リハーサルして、でそうだね、4日間リハーサルして、その次がなんかガールズフェストっていうなんか、なんかマックっていうんだっけ、 MAC だっけ、なんかあのほら化粧品のメーカーあるじゃん、なんかあるね、そのなんかイベント、やっぱウィローはモデル業が結構やっぱ大きいから、あ、そう、こうなんか、本当なんかパリのディオールのこうパリコレみたいなところで弾いたりとか、それも行ったの、それも行ったね、 あそうだ、パリ行ったよね、そうそうそう、ディオールから特注のタキシードをもらったしね、そうなの、そうだよ、もらえたの、そう、いい、ね、今着てこればよかったね、いや別に大丈夫です今は大丈夫です、なんかそういうのあって、それさ、あれ、それ、そのガールズコレクションってそれあそこなんとかフォンダーシアター、あ、違う、あ、違う、それはね、それはね、ガールズなんとか、そのままたガールズなんとか、それはあれが2回目だよね、それ2回目か、それが2回目、1回目はなんかそれ俺別のアーティストで俺もそこにそうなんだよね、そう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 、その時ね、そうそうそう、めちゃめちゃ LA あるあるだけど、実はその、その人でもその人じゃないかも、あ、でもその人だっけな、俺なんか連絡があったんだよ、あの大輝ベース弾かない、何の話、ごめん、ウィローの話、その多分リン君がやってた時の話、ああ、そう、そのアーティストってこと、そのアーティストで、ね、やらないって言われて、フランスはから俺来たの、多分フランスはから、で、あのやれないって言われて、俺は最初やれるって言った、なぜならやってるからその日、はいはいはい、だから、あ、じゃあ同じイベントで、同じ日に夕方と一番最後、ね、確か夕方、一番最後だったから、ウィローが、だから、あのじゃあ夕方と、それでまあエクストラマネーで、いいやと思ってたら、なんか一応マネージャーに確認したらね、やっぱりダメって言われて、あ、そうなんだ、なんかその時はね、なんかちょっと大きいイベントだし、まあ、問題起きたらってことですか、そうそうそう、だからあんまりこうちょっとまあやめてみたいな、一緒にごちゃごちゃしたくない、そう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 、そうか、でなんかまあ断って、だって俺あの仕事来たの本当その当日だった気がする、多分そんな感じだった気がする、ちょこっとだけリハーサルして出て、でもこう同じことをね、こうよくあるもんね、そういうこともしょっちゅう、俺ら一緒に住んでた時ひどかったもん、あの大輝さんの電話が鳴って、あの大輝この日空いてるかギグできるかっていう仕事の電話が来て、で大輝さんがその日それに出れないっていうキャンセルして、でそのほんと5分後ぐらいに俺に電話かかってきて、一緒にいるのにその部屋に電話かかってきて、
あ、もしもしって言って、いついつやれる。あ、今、大ちゃんに来た仕事ね。俺は空いてるよ、みたいな。いや、逆も全然あるから。逆もあった。うん、今、大気に変わろうか。俺はできないから、大気できそうだから、大気に変わるよ、みたいなこともあった。うん。うん、あったね。うん、まあ、でも、ウィローは、うん、そうだね。なんかこう結構、うん、本当にギリギリで、なんかこういうギリギリ、めちゃめちゃこうギリギリなことも、やっぱあるんだなって、なんか思ったね。うん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 、まあ、ウィローのやつはやって、特に。